まずは女性に圧倒的な人気を誇るおしゃれなカフェレストランから。静岡市葵区三幸町デンビル1階にあるブルーブックスカフェ静岡。1人からグループ、また貸し切りでの利用もできるくつろぎの空間です。ブルーブックスカフェはブルーノートジャパンがプロデュースする音楽や本、料理などに出会える大人のための食堂です。ハンバーガー、ステーキ、パスタ、ピザなどをはじめ幅広い料理をご提供しております。そんなお店の人気ランチメニューがパンビュッフェがついたフレッシュサラダランチ。フレッシュサラダはブルーノートの契約農家の砂川農園のお野菜を使用しています。トマト、キノコ、ビーツ、さつまいも、かぼちゃなど15種類以上の野菜を食材に合った調理法で盛り合わせております。ドレッシングは自家製で3種類の中から選ぶことができます。そしてサラダランチには自家製パンのビュッフェがセット。当店で人気のパンビュッフェですが、すべてこちらで朝焼き上げておりまして10種類以上からお選びいただけます。サラダランチは種類も豊富、魚料理や肉料理が添えられたサラダも人気です。続いてはパンビュッフェがついたパスタランチ。焼きトウモロコシとベーコンのカルボナーラ。清水養鶏場のビオーランとイタリアのパルミジャーノチーズを使用した濃厚なソースのカルボナーラです。醤油を使って香ばしく焼き上げた静岡産のトウモロコシ、カンカン娘を上に乗せております。濃厚でクリーミーなソースにベーコンの旨味と香ばしいカンカン娘がいいアクセントに、まろやかな味わいの一皿です。今月から期間限定でアジアンエスニックフェアを開催しております。そのエスニックメニューの中でおすすめというのがこちらのレッドカレー。柔らかくなるまでじっくり煮込んだ骨付き鶏もも肉をチキンだしでボイルして揚げております。スープは辛みが強いもののココナッツミルクが入っているのでマイルドな味わい。濃厚で複雑なスパイスの風味が癖になるスープカレーです。当店では夏限定でかき氷を3種類ご用意しております。こちらは桃とシャンパンを使ったかき氷。桃は藤枝の白川白鳳を使用してアールグレーでコンポートしております。ノンアルコールのシャンパンを使って作ったシャーベットとマスカルポーネのムースを入れて、別添えで練乳紅茶ソースがついてきますのでお好みでかけてお召し上がりください。甘く爽やかな桃とミルクの風味を感じるマスカルポーネムースの相性が抜群、さっぱりと食べられるかき氷です。音楽や本、料理に出会える大人のための食堂、ブルーブックスカフェ静岡です。